オゼラ FA1D は、オゼラスクアドラコルセが1982年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。1982年から1983年にかけて13戦に出走したが、完走することはできなかった。FA1D は、根本的に新しい車両ではなく、むしろ FA1C の改訂版とも言うべき車両であった。 ジョルジオ・バレンティーニの設計した3台の FA-1C をベースに82年シーズン中にハーベ・ギルピンが改良を進めたがギルピンは83年にリジェニ一石残されたシャシーをトニー・サウスゲートが新たに導入されたフラットボトム規定に合わせて設計したエンジンは引き続いてコスワース DFV を搭載したが翌年からは アルファロメオ製エンジンを搭載することとなり、FA-1D、AH、は、オゼッラの最後のコスワース製エンジン搭載車両となった。FA-1D、AH、には2つのバージョンが存在した。どちらも、空気力学的な細部の設計によって区別される。1982年型 FA-1D、AH、は、翼型のサイドポンツーンを装備し、いわゆるウィングカーとして設計された。サイドポッドはコックピットから、 リアタイヤの範囲に及ぶ長さであった。資料によっては1982年の終盤5 0に投入されたこの車両を FA1 c とする場合もある。しかし、1983年シーズンに導入されたフラットボトム規定を満たすため、サイドポンツームは大幅に縮小された。ラジエーターは小型化され、後輪全部に作られた三角形の拡張部分に収められた。 ジュゼッペペトロッタの指示により、他のチームと同様、オゼッタも大型のリアウィングを装着。これは、フラットボトム化によるロスを補うためのものであった。しかしながら、同時に、空気抵抗も増加、最高速度も低下した。ターボエンジンを使用するチームは出力の低下を、ブースト圧を増加させることで補うことができたが、自然吸気エンジンを搭載するオゼッタは、 競争力の低下に苦しんだ。オゼ・ラ・ FA1D は当初1台しか制作されなかった。1983年シーズンの初めにもう2台が制作された。FA1D はドイツグランプリでデビューした。ジャンピエール・ジャリエのみに与えられ5戦に出走したが完走することはできなかった。オーストリアでは予選落ちし、ラスベガスでは 予選でクラッシュし決勝には出場できなかった。残る3戦はいずれも機械トラブルのためリタイアとなった。1983年シーズンは再び二大体制となりピエル・カルロ・ギンザーとコラード・ファビがドライブした。ギンザーは序盤3戦で FA1D をドライブしたがいずれも予選落ちしている。第4戦3マリノからは 新型のアルファロメオ製自然吸気エンジンを搭載した FA-1E をドライブしている。セカンドドライバーのファビは第8戦のカナダまで FA-1D をドライブした。8戦のうち予選通過したのは5回だが、いずれもリタイアに終わっている。ありがとうございます。